呉市電は、広島県の呉市交通局が、かつて運営していた、路面電車である。1909年に、私鉄の呉電気鉄道として開業したのが創始である。広島県においては、広島市の広島電鉄より古い開業で、山口県岩国市の岩国電気軌道に8ヶ月遅れで、次、中国地方2番目となるものであった。なお、当初は、 暮れ馬車鉄道として馬車鉄道にする計画であったが大都市においては馬車鉄道は路面電車化が完了していた時代であったため路面電車に計画変更したまた当初は伊勢電気鉄道線同様に右側通行を採用していた改築に費用がかかるため対面通行の原理を主張してしばらく改めなかったが1924年に 左側通行となった。その後、呉電気軌道は、電力会社の広島水力電気に買収され、電力会社の系列化の流れにより、広島呉電力、広島電気と変遷を重ねており、またこの当時壁軌道も運営していた。同じ頃、ゲー南電気軌道が呉から、東部の後方面へ、専用軌道による電車路線を付設しようとしていた。 しかし国道整備が終わっていたことから、平用軌道に計画変更し、1927年に順次路線を開業させた。しばらく、広島電機と、ゲー南電機軌道の並存の期間しており、しかも、本通り9丁目仕方の間は、路線が並行していたため統合の動きがあり、一旦は、広島電機が、ゲー南電機軌道を買収することとして、両者で、 株主総会を開催するまで至ったが、契約条件の両者とも否決され実現しなかった。その後、逆に、ゲー南電気軌道側に統合することとなり、1930年、広島電気は、ゲー南電気軌道に、呉市内の軌道事業を譲渡し、運営が一本化された。1942年、大日本帝国海軍の要請で、ゲー南電気軌道は、 クレシに買収され、クレシ交通局の運営するクレシデンとなる。戦中、戦後には空襲や台風の被害を受けたが、海軍や米軍の支援も得ながら1948年に全線を復旧させた。1961年にはワンマン運転を開始するなど合理化も図られた。しかし、モータリゼーションの影響を受けて、 赤字が拡大したことに加え、昭和42年7月豪雨により、市内各所が甚大な被害を受け、その復旧予算年出のため、1967年12月17日が、最終の営業、翌12月18日に廃止となった。廃止時の路線長は 11.271km であった。本通り1丁目4津道路付近1924年。 呉市都市計画図特起ないものは1967年時点、呉電気鉄道により1909年から1911年にかけて営業を開始した呉市内の路線である。現在の国道185号の寺、挟間運動公園交差点付近にあった、本町9丁目停留所と、本町11丁目停留所の間にある起点から、南西方向に進み、 本通り一丁目交差点を右折して、現在の国道31号に入り、北西に直進して境川を昭和橋で越え、クレのクレ駅入り口にある、現在のクレ駅公園前交差点を経由して二河川を二甲大橋で越え、国道31号とともに、現在の三条三丁目交差点で左折して南西に進み、クレをクレ橋で越えて、 現在の海岸一丁目交差点付近にあった河原石停留所に至る全長 2.586km 全線複線の路線である。全線複線の路線で開業当時より右側通行で運行されていたが1920年交付の道路取締り令によって道路の左側通行が強制されることとなり、 くれ電気鉄道においても、広島県からの左側通行へ変更するよう働きかけがあり、1923年3月17日付の県令に基づいて切り替え工事を実施して1924年2月1日から左側通行に変更されている。また、開業当時より、河川は政府の2本の河川を使用する架空複線式で、 車両の終電用のトロリーポールは、ダブルポール式のものを装備していたため、シングルポール式のものを装備して、軌道を規制とする一般的な架空単線式のゲー、南電気軌道とは当初乗り入れができなかった。その後、ゲー南電気軌道統合後に、車両の直通運転が行われることとなり、終電装置を、旧クレ電気鉄道所有の乗り入車両は、 ダブルポール一組からシングルポール四本に、元々ゲとゲイ南電気機,機動所有の乗り入車用は、シングルポール二本をシングルポール四本にそれぞれ変更するとともに、運転台に、帰線回路を、レール、架線を切り替えるスイッチを設ける改造を実施し、本通り9丁目停留所の切り替え地点でこれを切り替えることで、直通運転を実施している。 その後、市内線も架空単線式に変更されているが、その時期は不明であり、鉄道史研究家の小佐船智則は、当時の職員の証言などをもとに、終戦前の1945年頃ではないかと、推測している。クレセント、立体交差するクレリッキョウが1954年7月10日に、開通する前は、国道31号とクレッセンは、 平面交差で踏切が設置されており、1910年に河原石まで開業した当時は、クレセンを挟んで軌道が分離しており、両端の鉄道踏切停留所間は徒歩連絡となっていた。また、西本通り六丁目河原石間は、クレセンとの立体交差工事のため、1943年5月14日から1954年までの間休止となっていた。 突起ないものは1967年時点下、南電気軌道により1927年から1930年にかけて営業を開始した暮れから広に至る路線である。1915年の広島県議会で可決された暮れや画館の県道の改修、拡幅に合わせて建設された路線であり、その後公開軍交渉の開設に伴って県道の改修が 広まで延長されることとなったことたため、本路線も広まで延長されることとなったものである。現在の国道185号の寺、挟間運動公園交差点付近にあった、本町9丁目停留所と、本町11丁目停留所の間にある起点から、北東方向に進み、現在の旧国道185号を、標高90メートルの五越峠最急勾配十二 パーミルの郊配で越え、峠越え区間を過ぎた後は、クレセンに沿った、国道185号を西に進み、秋谷川駅の前を経由し、広大橋で黒瀬川を越えて、高校差点付近にあった、高校差点停留所をわずかに越えた地点の終点に、至る、全長 6.685km、全線複線の路線である。突起ないものは1967年時点芸。 南電気軌道の路線は、県道の改修、拡幅に合わせて、路線を延長していたが、当初予定していた、高校差点から先を直進する区間は、県道の改修が実施されないこととなったため、同交差点を右折して、公海軍交渉方面へ向かうこととして1930から35年に開業した路線であり、開業当時の、三門前、一門前の停留所名は高校省の、 入り出城門の名称に由来する。路線は、高校査定停留所から5メートル東側の地点を起点とし、現在の国道185号の高校査定を右折して、現在の県道279号に入り、公海軍交渉の東側を通り、その後標高32メートルのつくもと下を、最急勾配50パーミルで越え、長浜港付近の長浜停留所に至る。 全長 2.03km の路線である。全線複線で建設された路線であるが、1945年5月5日の高校省空襲で普通となった後、同年8月16日に単線で復旧し、1948年になって複線に復旧されている。ゲイ南電気機,機動統合後の時点クレセンから1、ブロック北東側を並行している。 現在の国道三十一号を通っていた市内線の停車場前停留所から分岐し、現在の暮れ駅公園前交差点から暮れ線暮れ駅の駅前に至る路線で、1九百九年十二月二十六日に全線複線で開業した零点二六四キロメートルの路線である。当初は暮れ駅前で山陽本線と並行する L 字型の線形であったが、後に 直線部分のみの0 1 6 4トルの線形に変更されており、1943年4月30日に休止となって軌道は撤去され、1960年11月16日に廃止となっている。廃止時点クレデンキ鉄道が1911年3月26日に9丁目、仕方の間0 6トルを開業させた路線で、当初は、 本通りの北西側に専用軌道で付設されていたが、1932年発行の最新大呉市街全図時点では、平用軌道となっている。路線は、現在の国道185号の寺、挟ま運動公園交差点付近にあった9丁目、停留所から左側に入り、本通りの北側の約50メートルを平行して進み、 朝日遊郭南東側の堀沿いにあった裏門の外側付近の鹿田停留所に至る路線であり、最新大呉市外前図時点では途中2カ所の停留所が設置されていた。車庫変電所発電所1961年3月時点1962年時点呉市交通局の高長浜呉駅線及び天王川尻線が代替バスとして運行していたが、後に 広島電鉄バスに移管される。廃止前年の1966年末に22両、在籍していたうち、6 0 8 7 0 2 7 0 3 8 0 1 8 0には、岡山電気機,機動、1001から3は、伊予鉄道、2000系2002から2003号車、3000系3001から7号車は、仙台市交通局にそれぞれ譲渡された。 廃止後、2000系2001号車が入線産記念館に保存され、その後、阿賀町の豊坂交通公園に移された。屋根はついていたものの、車体の損傷が激しく、下記の1000系1001号車をクレポートピアパークに展示するにあたり解体され、一部の部品は同車の修復に使われ、また、一部の部品をクレ氏が保存している。 伊予鉄道から返還を受けた線形線1号車の保存にあたっては、支障をつけ、塗装を呼び、全消灯を呉時代のものに戻して、呉時代の外観を復元している。伊予鉄道時代に取り付けられた冷房装置はそのままで、車内広告などは伊予鉄道時代のものが残っている。変エンドの運転台横には、冷房機が据え付けられ、使われている。 1965年に廃車になった300系のうちの305号車の車体は呉市宮原町の保育所の遊具、小馬と号として再活用されており、現在では、日差しの広い寄せ棟式の屋根が設置されるとともに、側面窓がアルミ差し支化されたり扉がアルミのものに交換されるなどの補修がされている。軌道はすべて撤去された。 二河川に架か,かる二甲橋は平洋橋から道路橋に改修して利用されている。ありがとうございます。